あ、ボスって呼んでるんですけど、ボスに出会ったのが、僕が、東京でスーパーバイザーといって、店長、まあ、10人から15人ぐらいの、こう、エリアを担当する仕事をやっていた時に、当時、マクドナルドの3代目の社長、原田栄光さんが、うん、東京だけ、赤字、うん、他全部黒字と、そうそう、そういう状況を見て、なんだと、東京なんとかせんみたいになった時に、まあ一番、ちゃんと結果を出してる人間に東京やらせろっていうような話があって、当時、九州、四国も入ってます。九州、四国、沖縄ね。九州、四国、沖縄でもぶっちぎりの成果を出しまくってた、ボスが東京に呼ばれてきて初めて出会ったんですよ。うん、で、僕出会ったの、一番最初にボスの話聞いたの、スーパーバイザーの会議。そう、そうね。うん、多分全国で150人から200人ぐらいスーパーバイザーがいたと思うんですけど、当時。うんうんうん、で、東京のスーパーバイザーが集まってる会議で、うん、ボスが出てきて、まぁ、ちょっと前振り聞かないと分かんないと思うんですけど、うん、マクドナルドってめちゃめちゃ、まあ、外食産業の中でもシステムがしっかりしていて、いわゆる業績目標達成のための、まあ、数字の管理や、うん、目標管理とか評価の管理というのをめちゃめちゃ厳しいところで、うん、まあ、僕が今まで出会った上司は 100% って言い切っていいぐらい、要求することは全部数字。いいか、この半期は売上必ず対前年クリアしろとか、人件費を、1% 下げろとか、そういうメッセージ以外、上司から聞いたことがなかったっていう前提の中、ボスが出てきて、まあ、この風貌だから最初からどんか変わった人来たなぐらいだったんですけど、あんで、まあ、もう、ちょっと本当にそう言ったかどうかは定かじゃないけど、雰囲気的には、なんか、もう、東京あかんなーみたいな、なんか、いきなり怒られるみたいな。もう何の人間関係もできてないのに、ど頭から怒るんだみたいな。最初大体みんな丁寧に入ってきて、だんだん本性を表すのに、最初から、やって、もう江戸はあかんねーみたいな勢いで来て、何この人と。もうドン引きどころじゃないですよね。全員が、なんか、恐怖か敵意しか持ってないような状況に、スーパーバイザーがなってって、でも、その話の内容が俺めっちゃ覚えてるんですけど、最初、小学校の、テストの話から始まって、要は、息子さんの学校のテストが、まあ、いわゆる、まあ、絵か写真が出てて、まあ、コップの写真。よう覚えてんな。もうめっちゃ覚え、一発目でしたから衝撃だったんですよ。最初コップの絵で、これは何ですかっていう、テストの問題で、で、息子さんが、グラスって書いて、それが回答として罰がついてた、うん。で、ボスは、これ何やんって。でも意味がわからへんってよ。わしが聞きに行くんじゃんみたいな感じになって、そう言ったかどうかをちょっと持ってるかもしれないけど、うん、で、学校行って、学校の先生に、学校の先生にはアダルトに話したっていうふうに聞いたんですけど、先生、これは、何ですかと。いやいや、コップですと。うん、そうですよね。ちなみにこれ、グラスとも言いますよね。先生が、まあ言いますねと。じゃあなんでうちの息子がグラスと書いた答えが罰なんでしょうかって聞いたら、その時の先生の答えが、授業で教えてないからです。という話から始まって、うん、おーみたいになって、で、その後、ボスが、もみの木学園の話をされたんですよね。もみの木学園の、確か名前、名が、花ちゃん、誰ちゃんか。子供の名前は、宮城まり子先生の学校ね。仮に、まあ、そのクラス、まあ、いわゆる、障害を持ってる子供たちのクラスなんですけど、そこに、まあ、仮に、花ちゃんっていう女の子がいたとします。で、その、花ちゃんっていう女の子がいて、まあ、彼女も、障害を持ってるクラスメートなんですけど、ある時、学校のその先生が、氷が、雪が溶けたら何になりますかっていう質問をして、で、みんなはね、ああ、水になるって思ってた時に、花ちゃんが、まあ、手を挙げたかなんかで、うん、じゃあ花ちゃんって言ったら、花ちゃんが、雪が、先生って、雪が溶けたら春になるよって言った時に、クラス中が拍手をして、先生が素敵な答えだね、って言ったっていうエピソードを話して、うちの思い出してきた。で、そういう話をして、で、ボスがそのエピソードの後に、わしはマクドナルドをそういう会社にする。ええかって、答えは一個やないって、自分で考えて、自分で選んで、答えを導き出す。
そんな会社にするんやって言った時に俺も涙が止まんなくなって。俺も今泣きそうになる。いや、それまで僕らは、それはもう自分、今考えると自分の責任だったんだけど、常に上司の答えを当てるっていう働き方をずっとしてきて、この上司はきっとこう言ったら納得してくれるだろう。きっとこの上司はこういう答えを期待してるんだろう。それに答えたら評価が上がるっていうのをずっとやり続けて、それがもう当たり前になってる時に、もう衝撃的すぎて、なんか、あ、そうか、正解探しをしてたんだっていうことに気づいた、悔しさで泣いてたような気がするんですよ、ね、自分は。その時に。すごい記憶やね。いや、それめっちゃ覚えてますね。うん。でも大号泣して、まあもう、なんか、こんな人に出会ったことないから、まあまあ、この人から学びたいまで言ってないかな。なんかこの人のこともっと知りたいぐらいだ。まだ学びたいとかじゃなくて、この人のこともっと知りたいみたいな状態が第1回目の衝撃で。で、その後、現場であったんですよ。で、新宿 NSB で、僕がスーパーバイザー。その話聞いたことあるよ。そう新宿 NS ビルで、で、まあ、お昼のピークって飲食店では言うんですけど、まあ、マクドナルドってお昼の12時、1時に、まあ、1日の売り上げの 20% とか、まあ、新宿 NS ビル店は 30% を超えるんですけど、異常に売れるので、ハーフ、30分間で10万円とかの売り上げ上げるようなすごい店だったので、で、ストップウォッチを持って、まあ、マクドナルドの専門用語でサービスタイムって言うんですけど、一人のお客様に対して、まあ、60秒以内に商品を提供できてるかっていうチェックをスーパーバイザーとしてやって、で、その後フィードバックするっていうのをずっと繰り返してたんですよね。で、やってたらボスがふらーっと来て、あ、どうもとか言ったら、ああとか言って、よし、しょまあ、何やってんだよ。いや、サービスタイム測ってます。わかるよな、お前、サービスタイム測ってるからは。だから、なんでやっとんねんって言ってて。で、言われたから、もう答えあるから何言ってんの何切れてんのこのおっさんと心の中で思いながら、いや、ボス、この店は昼のピークの1日の売上が 30% を超える店ですよ、うん。で、サービスタイムを短縮すれば、デイリーセールスだけではなく、月間のセールスが上がって、利益が上がるから、だからサービスタイムの改善のために上がってるんですよ、とかったら、あ、おかまえって、んな、わしは部長やから分かっとるからと、なんで測っとんねんって聞いとんのよ、って言われて、質問の意味が分からなくて、うん、俺絶句したんですよ、確かその時。うん、何俺もう大正解言ってるのに、うん、何みたいになって。だからもうなんかちょっと諦めて、もうええわって。お前ちょっと来いって言われて。で、お店から離れて、新宿 NS ビルの真ん中に、なんて言うんだろう、あれ、広場みたいなのがあって、うん、ビルとビルの間の、まあ吹き抜けの芝生があって、うん当時はまだ喫煙率が高い時代だったから、灰皿がバンバンバンって6個ぐらい置いてあるところがあって、で、そこに行って、見てみって言われて、何感じるっていう質問が来て、で、その時ちょっと慎重に、なんか俺、この人の意図を取り違えてるっていう前提があるから、なんかみんな辛そうですって答えて、したら、そやろ、ほな、なんでここに店にあるか、わかるやろが言われて初めて何を聞かれたのかやっと分かってでその後、まあその日のピークお昼の忙しい時間が終わって店が忙しくなくなった時に社員をお店から、まあ、ちょっと集めて、ちょっとみんなに謝らなきゃいけないことがあるって俺今までみんなへのなんか関わり方間違ってたで、まあ、この店のサービスタイムを計測して、どうやったらサービスタイムが時間が短縮するかっていう、できてないことを指摘するっていうことをずっと俺繰り返してたって。でもこれじゃお店何も変わらない。何のためにここに店があって、俺たちは何のために仕事をするのかっていう根本のところを、アルバイトスタッフも含めて、ちゃんと落とし込まないとスタートできないって。それに気がついた。って謝って。で、その後、他の店からヘルプを借りて、新宿 NS ビル店ビジョンミーティングっていうのをやって、うん、まあ当時確か80人ぐらいスタッフがいたと思うんですけど、うん、まあまあ、10人で8テーブルぐらいのグループに分かれて、うん、で、みんなでこの店でどんなことをやりたいかっていうことをそれぞれ考えようっていうミーティングをやって、その模造紙にみんなでなんかこんなことができる、こんなことができる、こんなことができるってブワーッと書いて、で、グループで一グループずつみんなで発表して、で、みんなで書いた。だから、
本当に8枚の模造紙にリアルに、まあ、800個はいいですけど400個ぐらい多分みんなが書いてくれたのをバーッと壁に貼って、最後は店長、そのお店のね、俺スーパーバイザーだから店長がバーッと出てきて、みんなありがとうって、これ全部やろう、全部できるよ、だってみんなの中にあったんだから、僕もみんなに謝りたいって店長が言って、みんながこんなに店のことを良くしようと思っててくれてたことに気づいてなかったって、みんなでこれやろうっていうミーティングをして、うん、でそのまあまとめは、そのいろんなことをみんなが書いてくれてるのの一言で表すビジョンを、新宿 NS ビルに愛されるお店っていう風にして、うん、そしたら結構まあスタッフのモラルがそれまで低かったのね。もう何回してきても、例えば高校生のアルバイトだったらお店から離れた事務所で着替えてからお店に行くんだけど、もうそこの間なんかもうなんか帽子とかはなんか腰になんか結びつけたりとか、もう腰履きにして、ほんでエプロンとか手でくるくる回しながら、ゼースとか言って普通に入ってきたのが、事務所でしっかりとエプロンつけてキャップかぶって靴をナプキンで拭いてからお店に来て、おはようございますってお店に来るようになって、え、何これってなって、で言っても昼ピークサービスタイムを測ったんですよ、うん、そしたらサービスタイムはもう短縮されてて、うん、要はサービスタイムを短縮しろって言うんじゃなくて、このお店で要はお昼の時間毎日週に5回から残業ある人だったら週に6回ビルに来て疲れ果ててるサラリーマンの人が、本当は60分の休憩だけど多分うちの店に来れるのは40分しかないだろうってやっぱスタッフが考えたんだよね、うんうん、その40分の中でうちのお店のサービスが少しでも短かったらゆっくりタバコを吸えたり、うん、みんなでもしかしたらなんかおしゃべりができたり、そういう時間作ろうっていう気持ちで働いたら、サービスタイムがバッと改善されて売り上げが跳ねて、うん、おはこれだから今思うとですよ、その瞬間にその言葉が出てきたんじゃないけど、ビジョンの力って人が内側から変わっていくんだっていうことを目の当たりにしたの初めてだったので、うん、それが最初にボスから現場で教わったなんか仕事のやり方だったんですよね。ええ話やね。いやもうなんかもう明確に覚えてますよ。ええ話や。でもそれはあれですよ、100% ほんまやもんね。いやそうです、本当そうですね。これなんか捏造や、うん、空想がないね。本当ですね。うん。だって僕映像残ってますもん、その時の、うん、なんかまあまあ悔しかった気持ちとかも含めて。うんうん、そうやな、まあ吉井とかそうやって言うてくれるから余計思い出すけど、なんか懐かしき一つの素敵な俺にとっても思い出やけどね、うん、いや衝撃的でしたね、うん、でまあでもなんかね、この話すると、うん、なんか初めての出会いが衝撃で、でお店での出会いで鴨頭吉井とか成長してハッピーエンドみたいに聞こえるけど全く違ってこっからが地獄の始まりやから、こっからがもうこっからどんだけ怒られたか、うん、そんな怒られたかね。いや怒られたんですよ、怒られたんですけど、なんつうんですかね。で今考えるとこれはもう俺自分で正しい選択できたなと思ったのは、うん、ボスやっぱりすげえストアツアーしてたんですよ、うん、お店を現場をめっちゃ回ってたんですよ、うん、まあ言っちゃあれなんですけど、それまでの部長ってお店来ないんですよ、会議室にいるんですよ。うん、でマクドナルドってやっぱり、大企業ですごいしっかりしてるからデータがあるので、うん、実はデータだけで結構語れるじゃ、まあね、語れるんですよね、ある程度のことは、うん、でそれも別に全てが間違いじゃなくて、うん、データに現れるのは現れるんですよ、うん、現場のことって、うんうん、その通り。でもボスはその仮説を持った上で現場に行くわけですよ、うん、でそれを聞いてたので、うん、俺自分のエリアじゃないとこもずっと金魚の糞みたくついていって、うんうんうん、全く担当の店舗じゃないとこにもついていって、でボスが何をどこを見て何をするのかを知ろうと思って、うん、冷静に考えると僕の直属の上司じゃないですよ。スーパーバイザーの上には、まあ、統括スーパーバイザーみたいなのがいて、その上だから、2段階上だから、まあ、一般的には、一個上の人からトレーニング受けるわけ。うん、でも、ずっとまあ、もう、だから逆に言うと、僕が他のエリアをボスと回ってる間、僕のエリアは僕の上司が回ってくる。あ、もう全然いないから、俺が、ね。自分のエリアに。しかも、あの時俺新宿の西口エリアだから、本社直轄だから。うん、そう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 。新宿アイランドタワーの一番近いとこだから、うん、偉い人が
偉い人って上、うん、上役ね、役員とかがしょっちゅう店行って、うん、すぐ細かいところをチク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 文句言うっていう、すげえややこしいエリアだから、ずっといなきゃいけないわけ、一般的に言うと。うん、でも俺、ほったらかしで、うん、で、ボスについて行ってて、で、それは自分の中で分かってて、うん、なんか、今の俺が店回っても意味ないなって思ったんですよね。へえ。いや、それは思いました。いや、言葉にすると結構当たり前で、自分のレベルが低いのに、低いレベルでコンサルティングをしたら、低いレベルの店が固まっていくだけじゃん。うん、だったら自分を一回ビルド、もう違うレベルに上げて、うん、そのレベルで関われば、うん、時間が遅れても、絶対最終地点は高くなるわけじゃん。賢いね。いや、俺そういうとこ賢いんですよ。もう絶対これ、もうこれ一回ボスに、あ、もちろんあれですよ、言葉にするといやらしく聞こえるかもしれないけど、僕は出世したかった。評価欲しかったから、うん、あと、二個上に評価されないと絶対タイトルアップもできないっていうのは分かってるんで、そうね、それも全部込みですよ。うん、もちろん純粋にお店を良くしたいって思いも嘘じゃないけれども、うん、自分が評価されて上に行くためには、うん、2個上にの意図、うん、目的とか意図とかを分かってないと絶対にうまく踊れないわけだから、うん、どう踊るかっていうことをプロデューサーの人だから、まあ、AKB48 で言うと秋元康さんの気持ちが分からないと絶対にセンター立てないみたいなのあると思うんですけど、うん、それをやろうと思って、うん、ボスにくっついていってて、うん、でもういっぱいエピソードあるんですけどいやめっちゃありますね。新宿西口店、はい、中牧店長がいたかな。ああ、階段があるとこね。そう。ヨドバシカメラのすぐそばにある、まあ、売り上げめちゃめちゃ高いお店で、うんうん、だけど当時、とにかく東京はアルバイトが足りないと。うんうんうん、で、採用に妥協しまくってたんですよ。うんうんうん、要は、まあ、ちょっと言い方が、品がないかもしれないけど、スケジュールが、フリーターだったら全部採用みたいな、うん、そういう妥協しまくってて、うん、で、その、まあ、妥協の、まあまあ、そういうお店があって、うん、で、お店に最初に行った時、一発目行った時には、ボスがお店に入って、いきなり店長を呼び出して、結構忙しい時間に、あ、店長来いっつって、で、はいっつって来て、おはようございますとか言って、ええがーって、今から俺の言った通りにやれって。まず、カウンター、まあ、カウンターで接客しているコーラに、今、もう上司が来てると。偉い上司が来てるから、とにかく2列以上並ばせるなと、うんうん。っていう指令を出せって言ったんですよ。うん、ほんで、あ、はいとか言って、もう怖いからさ、怖いからってのは、もうランクも高いし顔も怖いし、いろんな意味で怖いから、ビャー戻って店長は一生懸命その通りにやってるわけ。で、俺ちょっとなんか、ええってすごい違和感があって、ちょっとボス聞いていいですかつって、うん、なんやって。いや、なんか今の指示変じゃないですか、うんうん、え、何がやって。え、だって、マクドナルドでアルバイトしてる子は、偉い人のためにいい仕事せえって言われたら、うん、モチベーション下がるでしょって、うん。やっぱお客様のためにっていう気持ちを伝えるのが店長の仕事じゃないですかって言ったら、お前アホかと、うん。わしは店長やないんやぞと。わしは部長やぞと。何しに来てるかわからんのかと。えが、店長に、今すぐ上司が見てるから、俺のために2列並ばせるなっていうのを言って、本当に一生懸命アルバイトが動くか動かないかで、日頃の店長とスタッフの関係性一発でわかるやんけ。って言われて。いや、本当ですよ。そんな考え方あるのと思って。だから、どっかで自分は、その、直接トレーニングしてあげようみたいなのが残ってたから、なんか、こう、店長に寄り添って、アルバイトのトレーニングも一緒にしてあげるみたいな、うん、そういう感じだったんですよ。うん、今考えると、なんか、半分店長、うん、半分スーパーバイザー、みたいなレベルだったんで。で、自己満足もあんねんな。もうめっちゃ、だって気持ちいいもん。だって店長できるからスーパーバイザーになってるから、うん、店長の仕事を奪うのってすごい気持ちいいんですよ。うん、で、店長にも、なんか、ちょっと尊敬されて、うん、アルバイトの子にも、あ、なんか、看護師ら、SV が来ると楽しいっすとか言ったら気持ちいいじゃないですか。うん、だから、そういうことをやってたんで。なるほどね。で、ボスの関わり方見て、こういう関わり方があるんだと思って、うん、だから、まあまあ、理論的には分かってたんですよ。やっぱり僕らは、直属の店長がどういうコミュニケーションをスタッフに取ってるかっていうことをコンサルティングしないと、うん、それこそ15店舗とか20店舗のコンサルティングって、もう絶対に物理的に不可能だし、うん、そのために自分の役職があるっていうのは理論的に分かってたけど、うん、やり方が全然ずれてたんだなっていうことを思い知ったのも、新宿西口店で。うん、なんか、
なんかそういうこう。懐かしい話ですよ。いやいやいや、本当ですよ。よう覚えてんな。覚えてますよ。なんで覚えてるか後半に言おうと思ったけど言っていいですか。いや、俺今、まあ、独立して10年経って、で、うちのかみさんも独立して6年経って、うん、まあ、言い方はあれですけど、本当に思ってるんで言いますけど、うん、完璧にうまくいってるんですよ、俺もかみさんも。うんうん、もう、まあ、ビジネスが。で、なんか2人で、ああ、本当に俺たち、なんか成功してるし、プライベートの時間も有意義に過ごしてるし、幸せだね、みたいな会話をしてるときに、うんうん、でもさ、結局さ、大切なことはさ、マクドナルドで教わったよねっていう会話になって、うん、で、その話をしたときに、アキコが必ず俺に言うのが、ヨシヒトは、ボスにもっと感謝した方がいいよって、今も言われるんですよ、うんああ。あんたが今やってる仕事の考え方とかスタイル、全部ボスでしょ、うん、でもその通りで、なんか俺判断に、まあ、今はもう迷う暇もなくやってるんですけど、うん、何か判断するとき、あ、ボスやったらどっちやろうっていうのを、うん、で、もうほとんど大体クリアできるし、だからまあ、例えば A の道と B の道があって、なんかね、先輩は A、なんかある先輩は A がいいって言ってる、ある先輩は B が言ってる、うん、どうしようと思ったら、ボスだったらなんてやろう C やみたいなのがあるみたいな。C やな。絶対それ C や。C やな。いやいや、俺が、俺が、そう、先輩が A で、俺が B は B でいいんですけど、うん、先輩、ある先輩 A、ある先輩 B で、絶対に C しかないとかは、うん、やっぱボスと一緒に働いてたから、うん、導き出せる答えなんですよね。うんうん、だからなんか、すごく言い方が、一般的には失礼な言い方なんですけど、うん、ボスってめちゃめちゃ実は再現性があって使い勝手がいいんですよ。で、もうこっから僕の高飛車な考えですけど、うん、多分当時のマクドナルドで、そんなことに気がついた人はほとんどいなくて。そうやな。いないです。まあ怖いとか、でも力があるから、なんとかついていかなとか、そういうのはあったと思うんですけど、僕もマクドナルドで今ほど明確になってなくて、やっぱりボス、まあ、会社を辞めて独立して後から思い知ったんですよね。え、ボスめっちゃ再現性高いなと思って、そこに感謝してます。いやー、うん、みんな聞きました。いや、本当に。はい。よう喋んね。いや、でも僕、びっくりするわ。改めて今、このタイミングで聞いてみたいことなんですけど、あ、どうぞ。多分、当時マクドナルドで働いてた多くの人も、うん、今、マクドナルドじゃなくて、ボスが元マクドナルドで働いてたことを知った人も、うん、多くの人が思ってる疑問なんですけど、うん、なんでマック入社したんですか？はぁ。なんか、似合わないっすよね。はい。すごいね、それ。いや、全く似合わないですよね。マクドナルドって優等生が来る会社ですよ。そうそうそう、多分間違いない、ね。こんな異物混入あります？そうそう。なんで入社したんですか？俺はね、だから、マジでさっき、紹介いただいたように、歌うたいになるんだって本気で思ったのね。そっちはしっくりきますけど。ほんで、大学の時就職活動全くしてなくて、うん、あ、なるほど。で、板場でバイトしたり、スナックでバイトしたり、道端で歌って、今みたいにあんな歌う人いない頃に歌ってたり、で、結構南のターちゃんで結構人気もやったわけよね。ほいで、俺、そうやって、せて生きていくねんって決めてたんやけど、なんか、俺の勇気が足りなくて、勝負行ききれへんかった大学3年を過ごし、みんなが就職活動してるけど、俺はまあ、そんなこと一切考えてない時に、その居酒屋でバイトしてて、居酒屋も成長しようとすると、マクドナルド化していくのね。ああ、なるほど。で、みんな、マックのマニュアルとかが素晴らしいって言われるから、今まで、あ、いらっしゃい、毎度って言ってたのに、いらっしゃいませとか、角度が何度とか、もう少々お待ちくださいませとかいうのが、もう腹立ってしゃあなくて、食べんのは好きやし、可愛い女の子いてんのはええけど、時給も安くて、あんなとこで働くやつアホやんって。で、あんなとこで仕事して何の意味があんねんぐらいに、ずっとマックみたいなもん、ログ生やないと。ほんでサービスはいいとか言われてたから、お前らはサービス何を知らんやろとかをみんなに言いまくっとったら、誰かが多分いたずらで、俺の名前でなんか会社訪問のなんか登録みたいなのを多分送ったりとかね。で、俺文句ずっと言いまくってるとこに、なんか会社説明会のハガキ、ペライチのハガキが来たから、俺の噂を
誰かが、そのマクドナルドが聞いて、挑戦状が来たと思って。ああ、なるほどね。会社からこんな挑戦状が来てしもたと思って、うんうんうん、でこれが来たらやっぱり逃げるわけには、今入る、もちろん入社なんかせえへんで。で、向こうから、お前かかってこいやっていう紙が来たから、ほんなんお前行ったら、思って。全部勝ち負けで。そうそうそう。全て勝ち負けです。これで一応その、行きますっていうのを送って、で、当時、まあ、俺当然今もせ、リクルートスーツとかもちろん持ってないし、その着てると面接落とすタイプやから、俺。普通のスーツ着てどういう意味って言って答えられたら落とすからね、俺は。リクルートスーツ着たら落ちるっていう。で、俺は持ってへんし、1985年の話やから、DC ブランドっていう、まあね、ニコル・ビブル、一世三宅、前世紀バブルの時代。お金はあったし、バイトして。バリバリかっこいいスーツ着て、キッカー工事の、あのね、ダブルで朝で水色のスーツ、ダブダブのズボン。で、こんな紫、こんな色の靴を履いて、紫のシャツを着て、かっこいいニコルのネクタイをして、その会社、訪問っていうのかな、はい、みたいなに行って、で、あの、50人ぐらいのクラスルームみたいなとこに入れられて、当然、一番前の一番真ん中に俺は座る。で、順番にみんなが埋まる。で、人事の人が来て、話し始める。俺、胸張って、こう、じーっとこう、見てるけど、向こうは一切目を合わさない。でも、その時のこの人事の、玉木さんって言うんだけど、はい、おっさんがかっこよかったよね。で、パンフレットその時くれて、はい、藤田伝の時代かな、はいはい、日本一の給料払うとか書いてある。はいはいはい、で俺日本最高給与の。なんかそんな、払う。給料とりあえず日本一払うって書いてあって。ほんで、俺、その他の会社知らんから、こんな嘘つくんや、みんな。会社って。くちゃくちゃやな、こいつ、みたいな。日本一給料払う。そんな書いてるやつ、6年取れへんぞ、とか思っとって。で、そんなこと、みんなは勉強してきてるし、俺はその場で見てるし。で、人事のその玉木さんっていう人が、皆さん、何もしない社員に、ここにも入ってますね。うちの社長が言ってます。日本一の給料を払うと、会社はどうなりますか？なんかこんなに難しい質問やんか。だいたい学生うつむくねん。かーって当てられへんように。で、俺おもろー、このスタンおもろーって、俺一番当てて、いう顔でじーんって言うけど、向こうは俺の目を見んわけね。みんながうつむいて、俺一人でガーって言ってたら、当ててくださいって見てたら、あ、誰もいらっしゃいませんね。って言うて、いや、思いながら、自分で答えを言うて、何もしない社員に日本一の給料を払うと会社は潰れます。俺も爆笑で、めっちゃおもろいですやんみたいな感じで、わー相変わらず見えへんねんけど、しかし皆さん、よーく考えてください。今の時代じゃないですよ。今のマクドナルドじゃないですよ。20代、30代で働きすぎて死んだ奴はいない。うん、で、うちの会社は実力主義やと。何年で店長になるとか、そんな奴がしないと。頑張った奴は早上がると。うん。頑張らない奴は店長になれないと。で、店長になったらこの給料。スーパーバイザーになったらこの給料。だから、実力主義なんですよ。でも俺、英語全然できんけど、up to you って書いてあって。あなた次第って。かっこええ。で、そこまで説明をして、今から10分間休憩します。で、ここまでの話を聞いて、ちょっとこの会社違うな、とか。なんか僕の好み、私の好みと違うな、と思われた方は、遠慮なく、ご退出いただいて構いませんと。あ、興味あるなって方は残っていただいて、この後、休憩を挟んで、適性試験をします。SPI の昔のね。押しますって言われて、これは当たり前やけど、ほんで受けたら通ると思ったから、で、その適性試験バーンと書いて、で、昔のやり方やから合格した方、今日のクリアした方だけ連絡します。で、連絡いかなかった方は申し訳ないですが、ご縁がなかったと思ってください。で、明日の夕方、夜19時以降に、順次お電話しますんで、って言われて、俺は帰って。で、家帰ったおかんに、なんか、マクドナルドが19時ジャストに電話してくる言ってるから、一応、おかん出てくれと。うん。で、出てから変わってくれ。律儀なすげえな、19時、ジャスト、で、19時以降、俺一番やから、うん、俺からかかってくるやん。うんうんうん、だから、19時ジャストにかかってくるから、言ったら、おかんがよそ行きの声で、藤本でございます、言って、
ほんで、あたかいるマクドナルドさんへ、はい、言ったら、次に進んでくれ、言うので、その流れで、入ってしまったよね。だから、マックに興味なかったけど、あの一人の人の、あの素敵な、なんていうか、出会いのメッセージ。で、入って10年ぐらい経って、10年過ぎてかな、僕スーパーバイザーぐらいの時に、その玉木さんもマーケティングに行ってて、で、仲良くなって一緒に飲んで、で、まあ、ずっと可愛がってくれたから、問題児って呼ばれてるけど、でしょうね。ほんで、その、スーパーバイザーぐらいの時に、でも、玉木さん、時ほんま感動しましたわ、言ったら、え？俺？そんなん言うたん？覚えてん。って言われて、多分な、ろくでもないやつおったから、帰らせよ、思ったんや。って言われたのが、入った。それ最前列の真ん中のやつじゃありませんか？いや、かもしれんけどね。これをなんか帰らせたかったんかもしれんけどね。で、俺、玉木さんのあれがかっこいいと思って。ほんで、なんで思ったかっていうと、よっぽど自信あんねんなと、自分の会社に。そうですね。じゃなかったら言えないですよ。そこまで、人事がそこまで言うっていうのは、なんか、本当の誇りとか、自分の対、会社に対する愛情とかをこの人は持ってると。だから、担当でやってるんじゃなくて、己事として、マクドナルドが、俺だっていう感覚があり、愛があって、そういうやつをが欲しいんだっていうことをものすごい笑顔で言ってはったからね。だから入ったきっかけはそれ。入ったらもうろくなもんでもなかったけどな。もう言いたいこと言うからいじめられるわ、評価されへんわ、もうずーっといじめられて。うん。だから俺、なんかさっきも話したけど、4年半一番下っ端やった。え、っていうか、うん、改めて聞いていいですか、うん、新入社員の時があったってことですか。あったよ。もったいなか。めちゃくちゃ。絵が浮かんだ。だからアルバイトの服着て、俺一番辛い仕事が、隣の店、南やったから、それ大阪の。はいはい、隣のビジネスに藤本パンか、バンズ借りてこいって言われるのが一番嫌やった。本当ですか。その辺までミナミのターちゃんで歌を歌ったりかっこよくて、もう子分とかファンとかがいっぱいいてる中で、俺マクドナルドのバイトの服でパン借りに行って、もう絶対会いたいんだけど、100% 会うねん、もう。今でこそボスが、その頃、ターちゃん何してんのみたいな、お姉ちゃんやお兄ちゃんに言われて、ほんで何してんのも何もマクドナルドのバイトの服着てるわけやんか。だからみんな、ってなって、なんかあったんやけど、聞いてくれへんけど、説明もできへん。あいつマクドナルドでバイトしとんどってやつ。きっと何かあった。よっぽど何かがあった。辛いことがあったのよ。だから、ものすごい、その、生意気やったからね、それでも、ずっと。だから、言うこと聞かへんから、はいって言わへん、正しいと思わないことは言わへんから、いじめられたし、干されたし。うん。だからずっと毎日クソー言っとったよ。クソー、ボケー、お前。くそでも、今思ったら力が足らんかったんやね。それを乗り越えるほどの、まだ力がなかったから、タイトルは一個も上がれんかったね。いや、なんか、僕もなんか、どういう言い方だったかは、細かくその瞬間覚えてないですけど、なんか、記憶にあるのが、なんか、自分の上司が、その、レベルが低いと、うんうん。もうこんなこと言ってるんですよ。まあ、ボスは2個上だったから、うんうん、俺の1個上の人が、うん、もうなんか、言ってることむちゃくちゃなんですけど、うんうんうん、みたいなことをちょっとこぼした時に、そら、お前が自分のレベル低いっていうことをアピールしとるっていうことや、みたいな感じに言われて、で、はってなって、待って、お前は自分より認められてる人間がレベル低いって言ってわしに言うとんやろ、と。待ったら、ぬかんかい。うん、お前が本当に、そいつのアホやと思うんやったら、お前が抜く以外何方法あんのかみたいな言われて、その通りだ。でもなんか、そういう時って分かってなくて、言われたらなんか当たり前なんですけど、なんでこんな奴が、その自分よりも、まあ、アホやのに、仕事ができないのに、俺より給料高いんだっていう不満みたいなのがあって、で、その時はだから当然だと思ってたんですよ。自分より能力が低い人間が自分より給料高くて評価を受けてるのはおかしい。以上終了みたいだったから。先生まれて、先入っとるからな。そういうもんやね、普通の日本の社会は。それはもうしょうがないやん。でも実力があるんやったら、ね、さっさと抜いたらええっちゃう、ね。そういうことですよね。うん。抜きゃええやんけ。そうそう、単純にそういうことよね。なんかいい意味では、なんか霧が晴れたような気持ちな。あ、そうだよな、みたいな。なんでそんなことに気がつかなかったんだろうって。あ、アホやなって思いましたね。冷静に考えるとすごい当たり前なんだけど、不満を持ってる時って、
自分がいかにこう、なんだ、狭い選択肢になってるかがわからない、うん。なるほどね。多分ね、これを見てはる人とかスタッフも、鴨頭義人の、その、ベースとか本質っていうのは、今はもう成長したり大きくなってんねんけど、基本的に真面目で、まっすぐで、ほんで体育会系の性質やから、先輩や上司っていうのは、きっちり立てながら自分をこう高めていくタイプだったよね。だから、その中で仮にちょっとアホの上司がおったりした時に、小さな不満があんな文句言うタイプじゃなかったよ。を持ってたんことはあったんかもね。でも、なんか気がつけば、でも彼の一番いいとこって素直なことやから、理解、納得したらまっすぐそっちに行くから、だからなんかたまたまその時にはそう思ったんやろうな。まあでも、何よりでも、嘘つけへんかったもんな。嘘つき、難しい日本やな。あ、そうですね。吉人ほど嘘つきで、吉人ほどまっすぐな人はいない。だからもうボスがもうずっと言い続けてるし、ある意味なんか僕らに言い続けてるだけじゃなくて、自分にも言い続けてるんじゃないかなって思うぐらい言い続けてる、あの、ポジティブに、正直に、可愛らしく。で、まあなんか、ボスが、よし、しちゃポジティブに、正直に、可愛らしくはお前知っとるよな。お前もちろん知ってます。一番大事なのなんかわかる、って言われて、可愛らしいことですって言ったら、正解って言われて、よかったとか思ってた。でも、まあ、その時にも明確に思ってたんですけど、僕はポジティブも嘘じゃないし、その、可愛らしさもあると思ってるんですけど、嘘はつくので。だから、正直にっていうのは、嘘をつくなって意味じゃないからね。ああ、なるほど。嘘っていうのは、やっぱ2種類あって、その、必要な嘘っていうのも、これはなんか綺麗事とか、なんか言い訳でなく僕はあると思うし、ばっか正直で人を傷つけてしまうことっていうのも、まあ我が愛する父親のように、あると思うね。だから、吉井とってね、昔は、すべ、どん、能力の高い上司にも、能力の低い上司にも、性格のいい上司にも、性格の悪い上司にも、可愛がられてる。間違いないですね。全員に好かれて、全員に、こんなの確実に嘘つきやからね。嘘つきじゃないとできへんことやから。アホの上司にも可愛がられて、優秀な上司にも可愛がられるっていうのは、その両方に態度を変えないとできないことやからね。めちゃくちゃ変えますからね。一本のやり方でその両方から好かれることはできない。ね、イコール、どんな上司にも可愛がられる、どんな上司にも評価される、どんな上司にも認められるっていうことは、カメロネオンのように自分を変える能力を持ってたけどね。だから何々派って言ったら全部に入るんですよ、ね。そうそうそう。ほんまほんま。いや、俺しかいなかったそうそう、ほんまほんま。どこの派閥、どこの政党、どういう政治的思考も全部いけるから。で、初めてその調子で来て、あら、困った、みたいになったんやけど、ね。いや、めちゃ困りましたね。だから、いや、本当にボスと初めて会った時に、その、自分がどういう状況にあったかっていうと、初めてごまかせない人に出会った、苦しさというか、今までどんな上司もいなすって標準語、いなすことができてたのに、いなせない人が初めて来たから、俺どうしたらいいんだろうと思って、なんか、まあ言ってみれば俺なんかプロゲーマーみたいな人間だから、どんな面もいろんな技術で、もう B 出しとかいろんな技を繰り出せば絶対クリアできるみたいなのがあったんだけど、クリアの方が初めて分からなくなって、結構なんか最初困ったんですよ。うろたえたというか、対策、傾向と対策人間じゃないですか。傾向と、ね、で、それの答えを出すのの回路が早いから。早いですね。なんかほんまにそれをいうふうに言ってるって相手に思わせんねやろな。でもそれはそうやわ。だって俺それ、吉井じゃないけど、大阪時代の部下で、まあ、俺が、スーパーバイザー店長やった時に、ボス僕はボスのこと何でもできるんで、何でも言ってくださいって言ってきたから、じゃあとりあえずクルーを大事にして、セールスと利益を上げろ。それはちょっと。だから、要するに、俺がお茶買うてこう言ったら全力で走っていくし、俺車で迎えに来う言ったら、朝でも晩でも来んねんけど。つまりちょっと言い換えると、仕事以外は何でもできます。そうそうそう。
仕事の結果以外のことは全部やるから、認めてくれみたいなやつやって、ね。面白いな。それはそれは売上と利益を最大化してくれ、言ったら、それはちょっと。おもろいよ。俺、そいつ可愛かったけどね。めっちゃ好きやったけど。だから、ヤシットは、どのタイプかなっていう、まあ、分析と、で、新しいなら新しいなりのこう、前蜜を持ってきたんやけど、取りにグッと来てんけど、いやいや、今ラグビーやってんねんけど、みたいな話やったよね。まあ、まあそうですね、うん。完全にそうでしたね。うん、どう踊ったらいいかのか分からなくなって、まあでもなんか、まあまあしばらくずっと僕はボスがどういう視点、どういう考え方、どういう判断っていうのを少しでも自分の中に入れようと思って、くっついて回って、で、なんかある程度こう、なんかそれが自分でも使える割合が少し増えたなって思った時ぐらいに確か本社に僕が行って、レストランサポート。ご閉店された時。ご閉店されたんですね、その後。この話したくなくなってきた。やっぱり、ね、スーパーバイザーって本社閉店、もうめちゃめでたい話、ね。いや、俺、マクドナルドってアルバイトの時に、もう仕事が大好きすぎて大好きすぎて、親に今日バイトって言われたらバイトじゃない、仕事って言い換えろっていうぐらい、マックが大好きで、俺は日本一のマックバカですって、バイトの時から、入社してからもずっと言い続けて、もう仕事が嫌いになったことが一度もなかった人間が、その、まあ、店長の時にちょっとね、信頼関係を失って、お店行くのが辛いとかありましたけど、マクドナルドに対してのロイヤリティが下がったことがなかったのが、もう本社に行った時に、もうなんかもう衝撃的に崩れ落ちて、まあ、レストランサポート部っていうのは、平たく言うと、日本全国3700店舗のデータから、そのお店のネガティブな情報を集めて、改善の提案をするみたいな仕事で、まあ、それこそ朝会社に行って8時半に着いて最初にやる仕事は自己報告書。毎日100件から200件ぐらい自己報告書が来て、その中の店長の処分を決めるみたいな、もうとにかくネガティブな情報を受け止めて、ネガティブな解決をするみたいな仕事をずっとやってて、しかも、なんか当時レストラン、なんかな、本社が、残業を減らすみたいな時代で、各部署が自分たちの仕事をいかに他の部署に押し付けるかっていう勝負をしてた。でもそんな本社行ったばっかで全然分かってないから、で、レストランサポート部っていうのは店舗に関わることをやる部署なんだから、これは店舗に関わるからあなたの部署です。これは店舗に関わるからあなた、これはね、店舗に関わらない仕事があるわけないだろうと、後になって気づくんだけど、大先輩の部長たちから来るわけ。ね。だから、あ、そうですかって、わかりましたって全部受けてて、ほんで、でもほら、アクセスとかのデータ管理とか俺できないから、なんも。もともともう本社にずっと俺なんかよりキャリアの長い、もうパソコンバチバチのメンバーがいるわけ。スキル高いのよ。ほんで、その人たちにこれやってくださいとか言ったら、は?なんでそんなの OK って言うんですかって。できるわけないでしょって。断ってきてくださいとか言って、部下に言われて、え?みたいになって。だけど、1日のスケジュールに、本当に多い時、20個ぐらい会議に参加。そうやな。大人気かもちゃんやったもんな。もう僕が人気なんじゃないんですけど、レストランサポート部に仕事を全部やろうっていう、あれ、なんか裏で仕組んであったんですかね。なんかそれぐらい20個の会議にただひたすら出て、仕事を押し付けられて、部下にお願いって言うと部下に怒られるっていうのを毎日やってて、で、そんな時にまあパソコン持ってパチパチってやってたら、ボスがふらっと来て、よししたーっつって、あ、どうもボスっつって、どうやおいよ。本社の洗礼受けたかみたいな。言って言われた時に、ちょっと思わず弱気になって、俺、きついっすわ、みたいに思わず言ってしまって、あまりストレートに口言ったことなかったんだけど、仕事が辛いって多分初めて言ったと思うんですよね、人に。心の中でね、店長時代に辛いことあったけど、誰かに辛いって言ったことがなくて。ていうか俺、野球時代も、子供の頃地味られた時も親にも言ったことがなくて、初めて人に辛いですって言ってしまって、したらボスがその時に、ほうかーって、映画、よう覚えとけよって。世の中は、1対99で、1が正しいこともあんねんぞ。って言って、去っていっても俺それから号泣して、どの会議に出ても、鴨頭お前は間違ってるって。お前は会社が分かってない。お前は本社の役割が分かってないって、ずーっとみんなにお前は間違ってる、お前は間違ってるって。でも、心の中では、いや、
店はそれ求めてないっていう案件ばっかりで、それ絶対店そんなこと、どんなサポートと思ってないっていう案件ばっかりなんだけど、言うんだよ意見。言うけど、お前間違ってるって、全員に言われると、あ、俺間違ってたんだっていう気持ちになってて、その時にボスが、99対1で、1が正しいことあんねんぞって言われた時に、もう崩壊してしまって、そうやって、俺もう一回、マクドナルドを信じようみたいな気持ちになって、いや、店がこう思ってるに、俺が思ってる店がこう思ってるに間違いなんかあるわけがないって。うん、でもなんか、間違ってないって思いながら間違ってると思ってたっていうことですよ。言語にするとおかしいんだけど、なんか否定されたら俺が間違ってるって認めなきゃいけないみたいな気持ちになってて、俺あのまま多分続けてたら、本当に本社様になってたんだと思うんですよね。まあ、ある意味、その誰にでも合わせるっていう類まれなる特性を使えば楽なんですよ、うん、そっちの方が合わせた方が、うん、でもあの一言で、あ、違うって、やっぱり自分が信じてるものを信じて仕事しないとマクドナルドも嫌いになるし仕事も嫌いになるし多分自分も嫌いになるなって、うんうん、あの時俺自分のこと嫌いだったんですよね、うん、でもあの一言でなんかまあガツン殴られた気がして、もちろんそれだからって仕事のスキルが上がるわけじゃないし本社での影響力が上がるわけじゃないから周りを納得させるとかはできなかったんですけど、そっからがどの会議で違うって言われても、いや、そんなことないと思いますって、店はこういう状況なので絶対こう A のサポートより B のサポートを求めてると思いますっていうのは通らなくても言えるようになって、そっからあんまりうまくいってるわけじゃないけど辛くないっていうか、俺では自分の信じたことをちゃんと言える男になろうってなんか思ったのはあの瞬間でしたね。ええ話だね。いやだからボスって何すかね、一般的な言語で言うと洞察力が異常だから、うん、だって俺説明してないんだよ。だって俺が聞かれたのはどうやっつって、いやきついっすわしか言ってないのに、なんでかって言ってないのに、なんでその言葉が出てくるのかが今でもそれはよくわからないというか、洞察力の達人ですよね。言語化しない、なんか言語化してないものをなんか読み取る力異常じゃないですか。褒めいただきありがとう。いや本当そうですよね。だからでもそのまあ俺博愛やとは思うんだけど、やっぱりその中でもすごく好きな奴らに関しては、やっぱりずっと見てるんは見てるんやろうな。そうなんだよ。ずっと見てるんだよ。ずっと見てるから、そうなんだよな。言おうが言うまいが分かることは、まあ感じたいから感じるし、見てるから分かるし、だから大体会うてるやん。だから嘘ついて逃げようとしてるのも見抜かれてるし。そうなんですよ。嘘つくと、うん、はぁって言われる。赤響いてないって。うん、当てんねんな、ほんでな、それは。なんか自分の心のリトマス試験紙みたいなところがあるから。まあでも、俺はでも、ヨシトがいてくれてるから、それを今思い出すチャンスがこうやってね、話をもう一回戻してくれて考えるけど、ある意味、湯水のごとくどんどん消費してきて、全然それで言えねえけど、それがどっかの誰かに何かが伝わって、その人に小さな影響を及ぼして喜んでもらえてたらとっても幸せ。うん、で、その中のやっぱり最大幸せ返しをしてくれてるのが今、鴨頭義人やから。ボスの最高傑作ですから。そうやんね、これも腹立つやろ、こいつ。56年の人生で数度かない俺が落ち込んだ時に、まあ一応なんか偉そうにずっと生きてきて、でも組織の中でやってる限りは俺はもう絶対負けないと思ってたし、あの組織であろうがどこの組織であろうが、うん、本気出して一番になろうと思ったら絶対なったとは思うんだけど、それより喜びがあると思って独立して、で自分でやって、得意なことはできるけど、自分のできないことがこんなにもあるのか、それが大事なのかっていうのを初めて知った時に、でもええかっこしいで今までみんなにボスとか言われたから、その自分の失敗と負けが認められずにどん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 深みにはまっていってた頃に、僕のオフィスに吉井とかふらっと来てね、
もうその時点ではもう俺ほぼもう死にたいやってんけど、ギブアップってよう言わんし、助けてとも誰にも言われへんし、で、ヨシトが一応来たら親分的にどないしてんみたいな話で、な、ニコニコってしながら俺のこう、斜めに座ってな。俺がこう向きに座って、この角こんな感じに座って、一人語りを始めて、自分の今とか、自分のこれからとか、俺のいいとことか、俺の好きなとことか、ポジティブなことばっかり言いながら、まあずっとしんどかった俺はそれを聞きながら、これも、このようなくでしょ、こうやって。男、もうこれだけ覚えて入ってほしいけど、男は人生で3回しか泣いたらあかんやんって。これ今2回目だから。3回ぐらい泣いてるから。今2回目だから。まだ1個残ってる。絶対泣いたらあかんやけど、もうそうそう。ほんで、おぎゃが1回目や言った時、あと2回ですか言ってたの昔。あの時俺もむっちゃ泣きそうなんのを我慢しながら、もう愛情を感じまくって、で、この男が俺の目を見ずに、いや、僕は、俺からいろんなものを学んで、藤本隆宏の最高傑作になる。だから見といてくださいってニコニコって笑いながら、言うだけ言うて帰っていきよって。ドアパーンってしょ、ブワーッ泣きながら。泣いとるやんか。そうそうそう。泣いとるやんか。もうそう、人前で泣いた。自分の教えを守る。あ、人前を泣いたらセーフ。いや、もうだからそれは嘘ついてなと。はい、俺は泣いてへんって。とか、明日や、俺はとか。俺もほんまよう泣くからね。めっちゃよう泣くねんけど。だから作ったこれ嘘話やからね。俺はもうすごいもう地方大会の高校野球の準々決勝は全試合泣くからね、俺。何の関係もない。なんか群馬県大会準々決勝を、もう9対2の6回とかはもう号泣してるからね。感情移入が激しいから。いろんな人にこの今の選手、三振した選手のお父さんの気持ちとかになって泣いたりもするし、でもあの時にね、こいつすごいこと言うなぁと思ったよね。ほんで、ほんまに俺のこと愛してくれてるなと思った。はい、で、これ腹立つねんけど、今、現時点では、まあそれは実現してるね。で、こうやって喜ぶように。かわいいやん。かわいいとかあるやん。まあ今は最高傑作ではあることはない。うん、間違いない。でも、もっと抜くのも作るし、はい、まあ俺がもう一回抜き返さなあかんし、はい、いろんなこと考えながら、まあ吉井と今、一緒に過ごさせてもらってるね。うん、あ、聞こえてますか？大丈夫ですか？うん、はい、うん。まあでも、何やろうか。まあ世の中、まあ、この言い方は、その、今、マクドナルドで働いてる人もいらっしゃるので、うん、あれですけど、あの頃、楽しかったな、マクドナルド。めちゃくちゃ楽しかったな。めちゃくちゃ楽しかった。もうやりたい放題やってました、うん。だからやっぱり仕事が楽しいっていうのは、うん、やりたいことをやるってなかなか難しいかもしれんけど、はい、やりたいことのようにやったら楽しくなるよね。そうですね。うん。うん。で、やりたいことにするとか、うん、やんにやったら思いっきりやらなあかんしな。そうですね。思いっきりやんにやったら、なんか勝たなあかんし。で、それをなんか人のせいにする、まあ歴史的に昔も今もこれからもきっとそういう人はいっぱいいるのはいるんやろうなと思いながら、うん、なんていうかな、ヨシトのいいとこいっぱいあるけど、人のこと悪く言えへんやんか。おうん。そうですね。あいつはあかん、こんなんや、みたいなことを、うん、もう限りなく言わないよね。はい、で、俺も、それは、基本的、もし言うんならそいつに言うから。そうですね。直接、じゃないお前はあかんねんって直接言うのは聞いたことあるけど、うん、いないやつのこと言ったこと聞いたことないです。そうよね、はい。まあ、そこはまあ、褒めるべきやからな。そうですね。いないやつは。うん、でも、ヨシエトが、多分みんなにこう、好かれ愛されるのは、ほんまのことを言うのと、うん、言うべきタイミングと相手をぶらさない。でも、最近もやっぱりいろんな仲間ができて、いろんな人と付き合って、やっぱり悪口言う人多いのよね。なるほど。で、なんか悪口言えば言うほどこう、下がっていくものがあるのに気づかない。そうですね。大人やのに、うん。うん。っていうのは見る。うん。だから、あの頃楽しかったけど、嫌なことも数々あって、もう覚えてへんやんか、それを。結局、嫌なことなんて忘れんのよね。
これが俺らの能力やん。人間の能力やと思うね。確かに。嫌なことなんか。よく考えたら、お前が藤本派かって結構いじめられてたんじゃないかな。よく聞く。俺の周りで、こう思ったら迷惑だ。よくある話。俺みんなあるあるなんですけど、ボスと一緒に働いた人間は。そうそうそう、お前は藤本派か。そうそう。あれおもろいよな、よう考えたら。俺何なんですかね、マクドナルドのことを愛して一生懸命働いてるのに、お前はなんか本流じゃないのかみたいな言い方されてましたよね。そう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 。ほんまやな。そうですよね。ほんまに聞いたことある。組み絵みたいになるもんな、俺のなんか。てか、踏み絵やってました。志っていう色紙やってましたからね。本当に。マクドナルド内で宗教戦争があるんだって、あの時初めて知りました。そうやんな。まあだから、それもさ、過ぎ去ってしまえばもう楽しい思い出やん。そうですね。お前笑えるやん。確かに。俺だからこの間さ、また若い奴らと出会って真剣にまあ話するやんか。はい、で、まあ意思決定がなかなかできへん奴やったわけね。そいつはね。んで、俺昔ないと本で読んで、それ。他人と過去は、過去と他人は、変えられないが、自分と未来は変えられるっていうのを本で読んで、すげえかっこええ思ってよう言うててん。言うてたん聞いたことあるかもしれんやん。で、それはもうすっごい正しいと思うし、俺にぴったりやなと思って、そのまま進んでいって。で、何年か経ってまた別の本を読んでたら、自分の過去なんて好きに変えてしまえばいいみたいな。うわー正しいと思って、まあ反対やんか。全然違うこと言うてんね。でもこれどっちも正解なんよね。で、その時に、なんていうのかな、最初の話、過去と他人は変えられないが、自分と未来は変えられない。そんなこと言うてもなかなかできへんねんって思うやつもいてるわけやん。単純にでも俺みたいに信じていくやつもいてるわけやん。でも、信じていった先に、自分の過去なんて好きに変えてしまえばいいんだっていうのも、これはすごい名言やなと思ったよね。だから、あの時失敗したことをずっと持ち続ける。あの時になんかうまく自分のその気持ちが表現できへんかったことを覚えてる、負けた記憶を引きずってる、もう勝ったことにしといたらええねんって、失敗なんかなかったことにしてしまえばええねんって、別に誰にも迷惑かかれへんし、でそれを引っ張ってきて今弾けられへんやったら、もう記憶をすり替えればええやんって。で俺はその言葉をすごく大切にしてる、吉井ともすごい言葉を大切にしてるやろ、で、世の中にある言葉って、もう相反するとか、まあ、二度あることは三度あると、三度目の正直はどっちが正解なんて、どっちも正解やん。どっちも正解やん。でも、本当にネガティブに入ったらどっちも間違いやんって話とかになると思うね。だから、なるようになるっていうのも、なるようにしかならないと、よく似てて違うように、僕らやっぱりその思考の一番大事なところだけは、今は、例えば3回目頑張らなあかんときは、3度目の正直やと信じて挑むべきやん。でも調子乗りすぎてるときは、2度あることは3度あるって思うべきやん。で、それを言う、例えばリーダーに対して、あの人言うこといつも変わるわって、思わせないぐらいの迫力とか、気迫とかで、本気で言うとんな、この人って。記憶中枢ないんやっていうのは噛めへんと思うけど、うまいこと言うとんなとか合わせてんなって思われる人には、俺はなりたくないねんな。だから、感じて、俺どっちも言うもん。この人に言うべきことは、三度目の正直やっていう時と、ええか、お前二度あることは三度あんねんぞって、いうときは、俺は同じ人間の同じ脳から、同じように言葉として出てくるんだけど、その両方がほんまやと伝わるような自分になりたい。それを続けていきたい。だから、吉井との YouTube は俺はほとんど見たことはないけれど、その、すごく力強く思いを伝えれる人に、前以上にきっとなってきてる中で言うと、その言葉の、その、深さとか、思いの深さとかが、言葉にさらに乗って、発信してくれたら、もっと面白いこと、もっとすごいこと、もっと珍しいことが起こるかな。まあ、最近あなたの
せいで、なんかいろいろ得することも、ところどころいっぱい出てくるようになってね。いや、でも僕、言葉の扱い方は本当にボスにいっぱい怒られたことに感謝してますね。例えば居酒屋行って、何飲むねって言われて、あ、ウーロン茶でいいですとかって、ウーロン茶でええって何やん。偽装やな、それ。そうそう。めっちゃ偽装やな、俺。今、うちの社員めちゃめちゃ言ってますから、ね、ウーロン茶でいいですが、ウーロン茶でいいってどういうことだって。うん、あ、すいませんでした。ウーロン茶がいいです。あやらみたいな。そうそう。俺だって、飲みに行って、その飲み放題じゃない店ね。まあ俺まあまあ酒飲むからガーン飲んで、まあ酒を飲めへん人でウーロン茶を飲んで一杯ぐらいやん。よう飲んで二杯ぐらいやん。めっちゃ怒るもん。めっちゃ怒られた。うん。お前に思いやりっちゅうのはないんかって。ウーロン茶を、ウーロン茶をちびちび飲むじゃないですか。ビールとか飲みたい人はガンガン飲むでしょ。うん、ビールみたいにウーロン茶飲めへんやん。普通にちびちび飲むやん。だからお前に何、何何ちびちび飲んだんだよみたいになって。何怒られてるか分からんよね。お前にはデリカシーないんかちょっと意味が分からんと思ったら、ええがって、お前が酒飲まんのはお前の自由じゃん。そうや、その通り。せやけどな、周りが、お前がちびちび飲んだら、思い切って気持ちよく飲まれへんのか分からへんのかそうそうそう。もっとガバガバ飲まんかいみんながビール5、6杯飲むねやったら、お前らも4、5杯までついてくる。そうそう。なんか割り勘でも申し訳ないなと思わすなと。酒飲めんのは自由やと。俺はお前に酒は強制せえ。絶対しないっすよ、ね。もっと飲めとか飲まれんや、関係ない飲めん言うやんけど、ウーロン茶1杯とか2杯でこっちがビール10杯飲んでた時に、申し訳ないなとか次誘いにくいなと思わせへんためには、お前は命がけでウーロン茶飲まなあかんねえと。だけどほんまに、むちゃくちゃウーロン茶飲むよ。俺の飲み会のウーロン茶チームのやつら。だからビールのやつの3倍ぐらいしょんべんいけるもんね。むちゃくちゃもう、むちゃくちゃ腎臓綺麗になっていく感じだよね。それが大事。何が大事かわからないけど。いや、本当にね、ややこしいですよ。めんどくさいの。でも、おかげで、喋りながら、今の言葉のチョイスで、本当に良かったのかっていうことを遂行しながら喋る癖がついたので、なんか今もいるんですよ。なんか、ボスが。言葉のチョイス間違ったら、しばかれるみたいな。それがなんか、言葉のチョイスが研ぎ澄まされ続けてる、なんかことにつながってる。でもね、それはすごい感じる。だから、なんていうのかな、これ難しいのはね、ミスったらあかんわけじゃないねんけど、ミスらない方が絶対いいんでね。で、ミスって、しらじらしい言葉なんのも、やっぱ、こう、アドバンスクラスになると、いや、あかんねんけど、吉井とはその二つは完全になんか、消化していってるな。だから、今の言葉ってどうやろうって思うことは、ほんまになくなったね。はい、で、その時になんか、その中に俺のなんかエッセンスがあるのは、ありがとう。思う。から、いや、めちゃ嬉しい、俺は、うん。ボスもよく、なんか。最高傑作やからな、いや、間違いないですよ、間違いないですよ、うん。いや、ボスもロングトークすごい得意な芸人さん、芸人さんなんですけど、やっぱね、ロングトークしながら自分の言葉を聞いて、これでええんかなってやってんですよね。うん、やってるね。あで、うん、今、まあ、ありがたいことに YouTube でいろんな人とコラボさせていただいてますけど、やっぱりスピーチを武器にやってる人、みんなやってるんですよ。うん、今の自分の言葉で合ってるかなっていうのを、必ず、そのスピードが速い人とゆっくりな人とかもちろんいるけど、なんかね、言葉の丁寧さというか、追求というか、いい意味で、まだたどり着いてないって思いながら、言葉のチョイスをいつも遂行してる人たちってやっぱりいて、なんか自分もいつもその場所にいたいなって今思う。だから、俺、人が喋ってるのを見て、あ、この人はそれをちゃんと意識してる人は好き。ですよね。うん。で、そこが雑い人は、もったいないなって思う。なんか、少なくとも、なんか、心地いいというか、うん、言葉をちゃんとこう、なんか選んだり、今の違ったなって感じて、次はチャレンジしようとかいう、そういう人と喋ってると、うん、この上なくこの時間が愛おしく、うん、本当にそう。そうですよね。だからミス言葉が絶対そのなんていうかトータルの中にもう一回は絶対出てけへんから、そうですね、出してしもた後に自分の中であれ違うっていうのが入ってもう二回繰り返すというか出てこないね。本当そうです、ね、となると本質素敵やなと思う、はい、思います。ノーミスよりワンミスから出てけへん方が、はい、努力しながら喋ってる感じがして好き。
気持ちいいですよね、うん、なんかやっぱそういう人でいたいなと思いますね、うんうん、まあいやもうなんかボスのことで話すこといっぱいあんだよな。あもう最後に一個だけいいですか。マクドナルド時代に、はい、結局僕いっぱいそのスーパーバイザー時代にも怒られてそれでレストランサポート本社に行っても怒られて、うん、でその後 PSP は褒められたことの方が圧倒的に多いんですけど、うんうんうん、まあそれでもまあ細かいところではいっぱいしばかれて、うん、でもなんかいろんな場面で怒られたと思ってたんですけど、うん、実はボスの教えって一番ベースは一個しかなかったんですよ。で、それ気がついたのは、うん、ちょうど僕は本社に通い始めた頃だったんですけど、うん、たまたまアイランドタワーの下で、会社に来た時、朝、ボスにたまたま会って、おう、よししたって言って、はいとか言って、おはようございますとか言って、どうや本社はとか言って、いや、もうなんかわからんことだらけですけど、なんかチャレンジしますみたいな、その時まだ元気な時だったんですけど、ほんでお前、どうやって会社に通ってきようんやって言われて、で、その時俺、練馬に住んでたので、あ、西武池袋線で池袋に出て、池袋から山手線で新宿駅まで来てますって言ったら、うんか、なんでや、いや、上司の一之目さんに、それで来いって言われたからです、って言ったら、あ、おかまい！お前は会社にどうやって来るかも自分で考えられへんのかって、いきなり、もう通勤ラッシュの新宿だよ。もう周りのサラリーマンもええー、みたいになってるわ。めちゃ怒られて。でも俺その時にやっと気がついたんですよ。今までいっぱいボスに怒られてきたけど、全部ベースは自分で考えって言ってたんですよね。うんうん、だから仮にボスが思ってる答えと俺の思ってる答えが違っても、うん、自分の考えって言った時って怒られてなかったんですよ。うん、でもこんな風に言ったら認めてもらえるだろうとか答え合わせをしようと思って自分の考えじゃないことを言った時は 100% 怒られてたんですよね。うん、もう俺全部本当はいろいろセールスのことをスタッフとの関わりのことを自分のなんかなんだ本社に行ったから怒られたんだとか、なんかこうその時の状況をで、違うことを怒られてたんだと思い込んでたのが違うって分かって、うん、あ、全部ボスは自分で考えて自分で生きろっていうことが全ての教育の一貫性だったんだってことに、その時気がついて、なんかそっからは、なんか答え合わせをしない生き方しようと思って、うん、まあ誰かの答え合わせって意味ですよ。うん、自分で考えて俺はこう思いますって、うん、もう相手が誰だろうが、うん、今の自分の立場とか状況がどうだろうが、うん、俺はこう思いますって生き切るんだって思った瞬間だったんですよね、うんうん、まあでもね、本当あの時車で帰ってたの知ってるよ知ってるだけど、うん、怒られたのに、いやボス本当は車ですって言えなくてそんなん言ったらさらに怒られるからでもあの時にやっと気がつきましたねだから今もまあありがたいことにね、こうやってなんか可愛い社員と一緒にゲラゲラ笑いながら仕事ができて、うん、ね、飯食いながらいろんな話したりとかしてますけど、結局この子たちが自分で考えて自分の考えで生きてくれたらもう全然大丈夫やなっていう、うん、自分なりの軸が、うん、なるほどね、できましたね、うん、もう全然アホでもいいし俺の考えと違ってもよくて、うんうん、でもなんかみんながこう言ってるからみたいなこと言ったらちゃんとボスみたく愛を持ってしばかな、うん、なんか ボスに出会った意味ないなっていうふうに思って、うん、付き合ってますね。ありがとうございます、うん、まあ子供の頃からさ、賢いやつっていうのは先生の正解を早く気づいて言う人やったやんか。そうですね。でそれと全然違うことを言うとなんか変な扱いやったりややこしいやつやったりして、やっぱり答えがちゃんとある、一つだけ答えがちゃんとあって、さっきのグラスの話ね、うん、コップとグラスの話もそうやけど、そのなんていうのかな、
答えは一個じゃないっていうことすらもう習わずに大人になるとしんどいやん。うん、でも大事なことはやっぱり自分の内側から出てきたものであるべきやっていうのをなんか感じ取ってくれはったんやね、きっと。はい、賢かったね。いやー、ありがとうございます。うん、まあ教育は奇跡を生むんやでって言いながらずっと付き合ってもらってたんだなって思うと、まあ俺は運がいいっすね。うん、確かに。あの、ボスに会ったっていうのは本当に運がいいんだなって思いますね。うん、まあ、いっぱい会った人おんのにね。そうですね。やっぱ最高傑作だから最高に運がいいのよね。そうですね。本当そうですね。うん。うん、まあまあ、それも全部自分が選んでることなんで。うん。うん、なるほど。なんかもう、なんか時間になってしまった。じゃあ僕がもう一個、ボスに聞きたいことがあったんですけど、今、何をやってるか。ああ、なるほど。何をやってるか。いや、今分かるようでようわからんのですけど。そうだね。みんな、それを最近自慢で、はい、あの人たち今日何してるの？そうなんですよ。こんなこと言うてたとか、あんな場所にいたとかは分かるけど、結局何やってるのかっていうのが、よう分からん。最近それ気持ちよくなってきて、そうやって言われるのが、ただ今、真面目な話していいですか？はい。僕はもう人生は、俺がおもろいと思うことだけやろうっていうの。もう数年前に決めてんね。ほいで、今一番力を入れてやろうとしてるのが、日本47都道府県で一番人口が少ない鳥取県。で、地味な県なわけよ、実際。で、みんな一緒やけど、なかなか自己調する方々も少ない中で、で、売りになるのは松葉ガニ。2番目の目玉がラッキョウやって言うて。え？ラッキョウ。松葉ガニ。松葉ガニ。まあまあ、まあまあ、おぉ、次に2球目ラッキョウや。止めすんねん、まあ、松葉ガニ。うん、だから、先発ピッチャーで言うたら、まあ、3連戦の先頭で投げるのが松葉ガニで、でも松葉ガニも肩弱いから、4ヶ月しか投げられんから、もう全然あかんねん。試合で言うともう3回までしか投げられない。で、2番手で一番強いやつ、ラッキョウ出てきてやな。全然勝たれへんやろ、それ。で、スターバックスが日本で最後までなかったわけで。はいはい、有名ですね。でも、ただその時にその知事、平井知事っていう人が、はい、うちはスタバはないけど砂場があるって言うたよね。ああ、もう素敵。うん。ほんで、日本の、例えば政治家、やったら、もう謝るとかさ、強がるとかさ、なるほど開き直るとかやのに、なんかちょ、アメリカみたいやん。確かに。うちは大丈夫です。スタバはないけど砂場がある。ウェッティですね、ウェッティ。めちゃめちゃ大好きやって、でも、とはいえ、セブンイレブンも沖縄の前やったり、マックも40何倍。はいはい。ほとんどのナショナルブランドが、まあ当然よね、うん、人口少ない、若者も少ない。で、そういうとこで、日本初の、鳥取発信の初ね、はい、で、日本で初めての初ね、の地産地消の、ものすごくクリエイティブで面白いアクションで、なんか平井さんに、ダジャレで言わはんねん、その全部。で、自慢させてあげたいな。それできたらおもろいな。で、何をしたらいいかなって考えた中で、ラーメンを。はいはい。鳥取の名産のラーメンって、まあ、基本的に全国的にみんなが知ってるのは、ほぼなくて。さらっと牛骨ラーメンっていうのが向こうに行ったらあんねんけど。全く聞いたことない。ないよね。うん。で、だから名物をゼロから作ろうみたいな。あで、プラス、全国からとか全世界から鳥取にラーメン食いに行くとこにしたろう。で、そういうことを考えて、ラーメン鳥取プロジェクト、RTP っていうプロジェクトを立ち上げて、鳥取プロジェクト。RTP。なるほど。うん、で、RTP がバーンと、あ、お気遣いありがとうございます。なるほど。これが RTP のロゴですね。なるほど、なるほど。はいRTP のロゴ。はい。で、全部、小麦からスープ、食材全部、鳥取産のもん 100% で、100% 鳥取地産地消。うん。で、もう、誰のって名前がわかるぐらいのもので、ラーメンを作り上げて、まあ、めちゃめちゃ美味しいのね、これがね。はい。で、美味しいだけでは人が来ないので、だから食べたくなるような。で、まあ、これ小麦も作ってくれはって。え？
専用のですか？そう、我々、こんなラーメンはないでしょ。え、専用の麺を作るはわかるんですけど。小麦からやるんですか？小麦を植えて、小麦を刈り取って、小麦粉にして、それだけで麺を作ってる。美味しいだけじゃないね。だ魂が入ってる、ここにね。はい。で、これを、我々のプロジェクトとして、10月の21日にグランドオープンをするんですけど、鳥取で。あ、これもういいな、このパワーポイント。鳥取の青空ね、これね。要は、お店で売るんじゃないってことですか？そうそうそう、フードトラック。トラックで売るんですね。うん、で、どこにでも、鳥取県内いろんなとこに行く。はい。で、その、例えば、過疎のエリアのお年寄りにもラーメン食べてもらえるとか。学校の前でイベントでみんな学生が食えるとか。はい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 。人口が密集してないから、お店が動いた方がいいってことですね。そういうこともできるし、もう自由にいろんな形で使って、プラス、もう観光名所にしたろうっていう。飛行機乗って食べに来るようなラーメン。はい。そんなラーメンを目指して、新しい取り組み、地産地消の新しい形の成功事例にできたらおもろいやん。平井知事がダジャレで自慢してくれたらおもろいやん。っていうのを立ち上げました。で、じゃあ、クラウドファンディングの話とかもしていいですか？ああ、クラウドファンディングはしましょう。今これの、そのフードトラックを買おうっていう、みんなよろしくっていうクラウドファンディングを立ち上げ、まあ、おかしな吉田さんにもさせていただきながら、皆さんにも応援していただきながら、あ、そうか、そうか。このクラウドファンディングは、ゴールは、皆さんにリターンを提供して、支援をしていただいたお金で、トラックを買うんですよ。そうそう、このトラックを、1台買えるぐらい、で、みんなの、なんていうのか、トラックみたいな。うんうんうん、なるほど、なるほど。で、協力していただいた方を背負って走れるような、そんなイメージ。だから、あれ、スペシャルサンクス名前っすね。そうそうそう、あそこに、今回の方々はみんな名前入れたいなと思って。こんなん、なんか写真撮ってインスタに上げたいですね。自分の名前入ったらね。ぜひぜひ、と思っているので、皆さんの清き、一票ぜひお願いしたいなと。その、クラウドファンディングの URL は、コメント欄かなんかに貼ってもらえるんですかね、事務局さんは。はい、もうコメント欄に貼ってます。ああ、ありがとう、ありがとう。お願いします。宣伝でーす、これ。いいですね、いいですね。いや、でもなんか、まあ、今回のその鳥取のプロジェクトだけじゃなくて、今すごく世の中が、なんか、応援消費っていうのが、もう増えてきたなと思ってて、それこそ、まあ、新型コロナウイルスですごく大変な思いをした業界がやっぱりいっぱいある中で、特にまあ、飲食店とかでも、そのクラウドファンディングによって、この店はなくさないようにしようって、お客様が支援しながらやっていたりとか、また、この新しいプロダクト、今までになかった面白いプロダクトに、やっぱり応援しようって、これ自分たちで関わって作っていこうっていう、やっぱりムーブメントというか、起きていて、最近はなんか、まあうちの公演業界とかエンタメもそうなんですけど、ただ見るだけより、参加して、作る側に回ろうと。で、多分こう、食べ物も、ただ食べるだけじゃなくて、その、プロダクトを生み出すところに参加していこうっていう、なんかムーブメントになっていると思うので、まさにこの鳥取のラーメンのプロジェクトって、自分が関わったからあのトラックが生み出されたり、名前が入ったりとか、なんか、そのトラックがもしかしたらこれうまくいったら鳥取以外もできるかもしれないわけですよ。もちろん。そうですよね。だって、地元の地産地消のもので、フード、食べ物を作っていきたいっていうニーズは、もう潜んでるものを含めたらものすごくあると思うので、もしかしたらその最初のムーブメントに参加できるかもしれないってことだと思う。一発目が鳥取だから。ええこと言うね。でもそうですよね。それすごく楽しいと思う。はい。でももしかしたらね、将来自分の地元にフードトラックが来たら、あ、このストーリー俺が作ったから地元にできたんや、みたいな。面白いですね。もう最高に嬉しいな、そういう自慢にしてほしい。いいですね、いいですね。一番最初から俺絡んでんねん、私絡んでんねんって、言ってもらえるような、こう、仲間作りがしたくて始めた感じがするね。はい。面白い。ぜひぜひ、参加しましょう。僕もなんか、最近、クラファンハマってて、いろんな、面白そうだなと思うと、ポチッとしちゃう。なんか、ただなんか消費するんじゃなくて、参画することによる消費って、自分が参画したから、なんか、美味しいラーメンを食べたりとか、そこで働く人が、職業が増えたりとかって、めっちゃ増えてるよね。だからなんか応援の消費って幸せにする人も
なんか支援しただけですごくたくさん増やせると思うので、もうぜひぜひ参加してみてください。うん。はい。ありがとうございます。あなたに出会えた奇跡を心に溜めてゆこう。